ザウバー C29 は、ザウバーが2010年の F1 世界選手権産専用に開発したフォーミュラワンカー。BMW の撤退後、チームの経営主体が、ベータザウバーの手に戻ってから使用した、最初のマシンである。ただし、コンストラクター登録上は、BMW ザウバーのままであるため、BMW ザウバー C29 と表記、故障する場合もある。もともと、 BMW ワークスとしての BMW ザウバーのマシン F1.09 の後半戦仕様をもとに改良されたマシンになる予定だったが BMW の撤退によって継続参戦が危ぶまれたために開発が中断されベータザウバーが買収したことで継続が決まってから再度開発が進められたマシンである2010年1月31日 バレンシアサーキットで発表会が行われ、同日そのまま現地でシェイクダウンが行われた。BMW の撤退に加え、前年までメインスポンサーだったペトロナスがメルセデスにスポンサー先を切り替えた影響から、マシンにはほとんどスポンサーロゴがなく、全体的に白一色に近いデザインとなっている。エンジンは2005年の C24 以来5年ぶりに、 フェラーリから供給を受ける。チームはマクラーレンが採用した F ダクトを早くから取り入れ、第2戦マレーシア GP から使用した。ザウバーはマクラーレンとは異なり、フロントからの空気をリアウィングのメインエレメントに吹き付けてダウンホースを調整する方法を生み出した。この方式は先駆者であるマクラーレンも終盤に取り入れている。投機テストでは好調が伝えられ、 フェルナンド・アロンソなどからダークホースに指名されていたが、開幕後数戦はフロントウィングの脱落やエンジンブローといったマシントラブルに立て続きに見舞われ、新規参入チーム以外では唯一のノーポイントという散々な結果となった。その信頼性の低さは小林が F1 て、こんなに壊れますかと嘆くほどだった。C29 の課題は、 燃料の少ない状態で挙動が安定しないという点だった。チーム関係者からは、冬季テストでタイムが良かったのは他チームに比べ燃料搭載量が少なかった可能性が高いかも、との言葉もあった。しかし、フォースインディアよりジェームスキーが移籍し、テクニカルディレクターに就任してから改良が進み始め、第7戦トルコ GP で小林が予選10位から10位に入賞すると、 第9戦ヨーロッパ GP では、ファイナルラップで、アロンソとセバスチャンブエミをオーバーテイクし、7位入賞を果たした。さらに、小林の手によって、イギリス GP では6位、日本 GP では合計5回のオーバーテイクをヘアピンカーブで見せ、7位入賞を果たした。マシン全体で稼げるダウンフォース量は、他のマシンよりも少なく、高速セクションで最高速度を稼ぐことができない。 傾向に変わりはなかったが、シーズン中19戦37台の出走中11回の入賞で44ポイントを獲得した。小林に限っては、全19戦の出走中8回の入賞を果たした。第16戦日本 GP で、ニック・ハイドフェルドがドライブする C29. ありがとうございます。